カストレ TV へようこそ。今日は第一次世界大戦について見ていきたいと思います。第一次世界大戦の背景には欧米列強の対立と民族の対立があります。これが複雑に絡み合って起こったのが第一次世界大戦です。まず欧米列強の対立から見ていきましょう。日本だと明治時代の終わり、ロシアがフランスに接近をして1894年に露仏同盟を結んでいきます。国内の市場が広くなくて困っていたロシアは、フランスの支援を得てシベリア鉄道を作ったり、国内の開発を進めることができるようになります。ロシアとフランスがくっつくと挟まれる形になるドイツは、オーストリア・ハンガリー帝国、そしてイタリアと三国同盟をもともと作っていて、これを強化していきます。ドイツはこの頃、皇帝ヴィルヘルム2世の主導で帝国主義政策をとっていました。これが世界政策で帝国主義のところで習ったと思います。これは積極的な海外進出を進める政策で、具体的にはイギリスに対抗して西アジアに進出をしていくので、イギリスにとっては脅威です。ドイツとイギリスとの関係が悪化していきます。それでイギリスは同じくドイツのアフリカ進出を警戒していたフランスと英仏協商を結びます。そして日露戦争後にはロシアはアジア進出を諦めてバルカン方面に目を向けていたんだけど、そのロシアと英露協商を結んでいきます。こうしてイギリス、フランス、ロシアの間で三国協商が形成されます。協商っていうのは協力し合う関係のこと、ドイツに対抗するための協力関係が作られていくっていうことです。こうしてヨーロッパには三国同盟と三国協商っていう2つの主要国のグループができます。三国同盟がドイツ、オーストリア、イタリア、三国協商がロシア、フランス、イギリス、その2つが民族問題で火種があったバルカン半島の問題にそれぞれ口出しをしていくことで対立をさらに深めていきます。では次にバルカン半島のあたりで何が起こっていたのかを見ていきましょう。バルカン半島はイタリア半島の右隣にある半島です。ここはスラブ系のいろんな民族が居住している地域なんだけど、この地域はオスマン帝国によってもともと支配されていました。だけどオスマン帝国が弱体化してナショナリズム、国民主義の動きが高まってくると、オスマンから独立をしようっていう国がたくさん出てきていました。ギリシャをはじめとしてセルビアとかモンテネグロ、ルーマニアみたいにバルカン半島にはいくつかの独立国ができていきます。だけど複数の民族が入り混じっている地域でナショナリズムが高まるのは民族同士の対立を生んでしまうんだよね。バルカン半島ではパンスラブ主義とパンゲルマン主義の対立になってしまいます。バルカン半島のスラブ民族の間で広がっていたのがパンスラブ主義っていう思想。これはバルカン半島に居住するスラブ民族の統一と連帯を目指す考えです。小さい国同士の連帯では心もとないので、より強い親分みたいな国が後ろ盾になると安心だよね。同じスラブ民族のロシアは、こうしたスラブ系民族の独立運動を支援していって、同時にバルカン半島への進出の足がかりにしようとしていました。それに対してオーストリア・ハンガリー帝国では、自分の国の中にスラブ民族が結構いるので、バルカン半島でスラブ系の動きが拡大をすると国内で民族運動が起こってしまうかもしれません。スラブ系の勢力を削いでおきたいんでね。加えてバルカン半島にはドイツあたりから移住したゲルマン系の民族が当時多くなっていて、同じゲルマン民族であるドイツとオーストリアはこうした地域のゲルマン民族と連帯をしてゲルマン人の勢力を拡大していこうっていうパンゲルマン主義っていう考えをとっていました。バルカン半島への勢力拡大を狙っていきます。ちょうどこの時にオスマン帝国で青年トルコ革命が起きます。オスマン帝国で停止されていたミドハト憲法を復活させろっていう青年軍人の蜂起なんだけど、オーストリアはこの革命によるオスマン帝国の混乱に乗じて一方的にボスニア・ヘルツェゴビナっていう場所を併合してオーストリアの一部にしてしまいます。ボスニア地方にはスラブ系のセルビア人っていう民族がたくさん住んでいたので、同じくスラブ系の民族の国でセルビア人が多い隣にあるセルビア王国がオーストリアの併合に強く反発をしていきます。セルビア王国は同じスラブ民族の親分ロシアに助けを求めていきます。で、この後バルカン半島の民族問題はさらに混乱を増していきます。詳しく話すと長くなってしまうのでできないんだけど、オスマン帝国と対立したスラブ系民族の国をロシアが支援して、それに対抗してオーストリアはオスマン帝国を支援したり、マケドニアっていう場所をめぐってブルガリアとセルビア、ギリシャが争った時にロシアがセルビア側を支援するとオーストリアはブルガリアを支援するみたいに、バルカン半島の勢力争いに欧米列強の対立が絡み合っていきます。こうした状況からバルカン半島はヨーロッパの火薬庫って呼ばれています。小さい火種、小さい国同士のぶつかりとかちょっとした事件が起こっただけで、それがいろんな国を巻き込んで大国同士の衝突、一気に大きな爆発になってしまうっていうことを表しています。さっき見たオーストリアによるボスニア・ヘルツェゴビナの併合はその火種になってしまうんだよね。
セルビア人は反オーストリア感情が高まっていきます。1914年にボスニアの首都サラエボを訪れたオーストリアの皇位継承者がセルビア人の青年によって射殺されてしまったサラエボ事件が起こります。オーストリアはこの機会にバルカン半島への影響力を強めていきたいので、ドイツの支援を得てセルビアに宣戦布告をします。セルビアを支援するロシアはオーストリアに半島を取られたらまずいのでセルビア側で参戦。オーストリアと同盟を組むドイツも参戦します。他の列強諸国も同盟協商関係に従って参戦をして、同盟国側と協商国側、連合国側との間で戦争になります。これが第一次世界大戦です。ドイツなどの三国同盟を中心とする同盟国側と、イギリスやロシアなど三国協商とその同盟国からなる連合国側との戦争です。第一次世界大戦はこれまでの戦争とは大きく異なる物量戦と消耗戦になりました。1916年のベルダン要塞っていう場所をめぐる戦いでは、フランス、ドイツ両軍の死傷者は70万近くに達するほどでした。機関銃も使われたりするので、兵士が力ずくで突撃して突破していくみたいな昔のような戦いは勝ち目がなくなっていきます。塹壕戦って言って、溝を掘って隠れながら行う戦いっていうのが行われて、これは防御中心の戦いになってしまうので、戦争は長期化をしていきます。圧倒的な物量戦が行われるので、各国の経済は軍需産業が中心になります。他の製品の生産は後回しにして武器や弾薬を作っていきます。女性や青少年も軍需工場に動員をされていきます。ナショナリズムが成熟しているので、祖国を守るっていう愛国心が人々の中に湧いてきているんだよね。軍事や経済をはじめとする国力全体を戦争に向けて結集をしていく戦争になりました。これを総力戦って呼んでいて、戦争の形態が大きくこれまでと変化していきます。総力戦を支えた民衆や女性の発言力は戦後に増大をして、この後の社会に大きな影響を与えていきます。女性の参政権なんかも認められていくようになっていきます。イギリスは徴兵制を導入して、インド兵やモロッコ兵、コンゴ兵みたいな植民地からの兵隊も集めて戦場に動員していきました。そして、この戦争では新兵器がたくさん使用されました。銃弾から頭を守る鉄兜とか、ドイツ軍が使った毒ガス、イギリス軍が塹壕を踏み破るために初めて使った戦車、そして飛行機とか潜水艦なんかが登場します。戦争の終結について見ていきましょう。戦争の際にイギリスが海上の封鎖をしたせいで物資が入ってこなくなってしまったドイツは、これを破壊するために潜水艦を使い始めます。戦争の後半には指定の航路ではないところを通る船をどんどん沈めてしまう無制限潜水艦作戦ってのを行っていきます。これで被害を受けたアメリカが連合国側で参戦することを決めて、戦局が連合国側に傾いていきます。最終的に同盟国側では脱落国が次々に出てきて、ドイツでも兵士の反乱とか革命騒ぎが起こって、皇帝のヴィルヘルム2世が亡命をしてしまいます。1918年11月にドイツは連合国側と休戦協定を結んで、第一次世界大戦は同盟国側の敗北で終わります。日本も日英同盟に基づいて連合国側で参戦しています。日本としては欧米列強がヨーロッパで戦争をしている間に東アジアでの権益を強化させたい。中国大陸での日本の勢力を拡大させたいっていう目的があったんだよね。ということで日本軍は第一次世界大戦に連合国側で参戦をして、中国大陸にドイツが持っていた権益、租借地だった山東半島からドイツを追い出します。それから太平洋にあったドイツ領の南洋諸島を占領するっていう感じで、東洋にあったドイツ領土からドイツ勢力を一掃していきます。では最後に大戦の影響による経済の様子について見ていきましょう。アジアで貿易をしていたヨーロッパは戦争でアジア貿易から一旦手を引くので、日本はアジアへの輸出を増やしていくことができます。被害が大きかったヨーロッパは勝った国も負けた国もボロボロの状態になっていきます。そんな中で戦争の直接の被害がなかったアメリカが経済力をつけていって、ヨーロッパに代わって世界一の経済大国になっていきます。日本からのアメリカ向けの輸出も増えていきます。大戦の中で日本は輸出超過、輸出の方が多い状態になっていって、貿易黒字になって大戦景気っていう好景気が起こります。造船業、船を建造する会社は大戦で一気に儲かっていって、成金なんていう急に財力を持った金持ちも出現してきます。ということで第一次世界大戦はこれまでの戦争とは違って、いろんな国を巻き込んだ新しい武器なんかも使われた全く違う戦争になっていきました。その特徴をしっかりと押さえていくようにしましょう。本日のダイジェストこんな感じになります。それでは本日の授業は以上です。本日もご視聴ありがとうございました。